お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤江です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。いつもご視聴していただいております皆様に、まあ、頭に入れておいていただきたいなということがあるんですけれども、まあ、あくまで参考にということにはなりますけれども、これからですね、僕、まあ、11月のですね、まあ、ある数字をお伝えしていくことになると思います。まあ、いつもね、やってるものですね。まあ、これも、はっきりと言わない方がね、この動画ではいいと思うんで、言わないんですけれども、それを見るにあたってね、もしかしたらね、これが参考になるかもしれないというものをお伝えさせていただきますね。こちらですね。こちら、今年のワクチンの接種回数です。これ全年代のね、総接種回数、これ月別にしてあります。1月がですね、約600万回接種。これね、全年代ですね。2月、約2390万ですね。多いですね。3月、2660万。4月、1520万。5月、少ないですね。738万。6月、396万。7月、1500万。多いですね。8月、そこからさらに増えましたね。1730万。で、7月、770万。10月、740万。そして、11月、ぐんと増えてますね。この流れから言って、1760万。ということで、まあ、8月並みに接種がされているのが、11月ということですね。で、この数字は、先ほども言った通りね、全年代の数字です。まあ、本来ね、僕も時間があれば、高齢者に絞ったね、回数をお伝えしておいた方がいいのかなと思うんですけどね、またちょっとね、数字が整ったら、準備できたら、それはしていきたいなと思っておりますけれども、で、これデジタル庁の12月1日時点の数字です。で、結構接種回数って、過去に遡ってね、変更があったり、プラスがあったり、マイナスがあったり、あるんですよ。なので、まあ、この数字もね、また明日以降ね、ちょっとずつ、各月でね、変化があるかもしれませんけど、とりあえず僕は12月1日時点のね、調べたら、こういう数字になっておりました。まあ、頭に入れておいてほしいのは、11月多かったということです。はい。まあ、それでね、伝わる人には伝わるかなと思うんですけれども、また、今後ですね、11月の、はい、数字ね、出していきますんで、まあ、もしかしたらね、これが参考になるのかもしれません。わからないですよ。11月ね、どういったことになっているんでしょうか。今回は以上です。藤井でした。ごきげんよう。体に気をつけて。また会いましょう。